さあ、とうとう来たね。ネタ切れもね、ここまで来たね。はい、チョロチュードラゲリオンです。ということでね、まあ、チョロチュー40枚構築もね、考えたんですけど、最初ね、チョロチュー40枚だったのよ。なんだけど、あのさ、俺毎回3試合ぐらい撮ってるんだよね、あの一つの動画で。全部チョロチューでぶん殴るだけで、まあ、勝つのは、まあ、僕のね、ユハイチャンネルの動画上はちょっとね、あれなんじゃないかなと。いうことで今回、皆さん、もう、この時点でデッキ勝ち試合取ると本当に辛かったよ。しかもね、まあ、見てもらったら分かれば、チョロチューを並べて、レジェンドアタッカーで種族にドラゴンを追加して、まあ、パワーアタッカーをね、加えることによって、チョロチューの打点も上げつつ、アポロスドラゲリオンをね、乗っけていくっていうデッキです。まず見てください、これ。チョロチュー以外、もうこれ、アポロは、もう1枚しか入ってないのよ。40枚中の1枚しか入ってないから、もう引くしかない。もうわかる？チョロチューが並んでいる状態で、レジェンドアタッカーも引きつつ、アポロも引いてるっていう状況ね。どれだけ、もうどれだけかかったか、これを動画化するのに。まあ、なんでね、ぜひ皆さん、最後までね、見ていただければなと思います。よろしければね、まあ、おもろい動画になってるかどうかわかんないですけども、ぜひね、おいユハイチャンネルお前頑張ったなって思った方がいましたら、ぜひね、よろしければチャンネル登録とね、高評価、これを機会によろしくお願いします。ということで早速試合の方に行きましょう。いくぞ。さあ対戦の方よろしくお願いします。といつ勝てんねんこのデッキ、ほんまにきついって。見て、何このハンド、マジできつい。一生勝てない。で、一生切り札演出。もうね、何百試合、もうね、下手、何試合取ってんだろう。なんだけど、アポロ引いた試合が、本当にね、数試合もない。もう片手で数えるぐらいしかないのよ。もうね、チョロチューの、チョロチューさ、何がきついってさ、流星ホールからのガイアルカイザーと三千が破壊でほぼ滅ぶんよね。めちゃくちゃきついの、それが。もう流星ホール本当にやめてほしい。このデッキがね、分回るときってね、相手が相当事故ってることぐらい、相手のデッキなんだろうね、これ。あ、イモータルブレード。イモコンか？イモコン？イモコンか？さあ、チョロチュー。もうチョロチュー、チョロチュー、チョロチューよ。ネタ切れもここまで来たかって感じだね。俺、やっぱりね、チョロチュー40枚も考えたんですけど、鮮度が1試合なんだわ。もう勝ち方全部一緒なのはちょっとあれかなと思って、まあ、やっぱレジェンドアタッカーとアポルヌスドラギュリオンをね、採用してるわけなんですけど、まあ、意外とおもろくない。意外とおもろくない。なんかもう負けすぎてて。まあ、試みはおもろいなって自分で思ったんですけど、回してて、ね、まず一生勝てんくて、ジェスターブレイン。あ、これさ、いや、でもこれ全部チョロチューなんよね。おーい！来た！え？次アポロだよ。これ何こいつは。涙の卒業プリン。うわー殴れなくなるのか。じゃあこれアポロ進化させても、引き継がれるから殴れないってことだよね。小賢しいことしてくるね。じゃあこれは一旦チョロチュー二面展開して、トンカチして、次のターンアポロスドラギリオンだ。来たぞみんな。集大成が。ワンショットしてくれ。でもこういう時に限ってイモコンなんだよな。鳥が熱いんよ、イモコンで。きっと確か知らんけど、やめるでちゅじゃないのよ、こっちのセリフなのよ本当に。こっちやめて、ベガもやめて、アポロやめて、アポロレジェンド、あーしあーしあーし、来た、よかった。もうここでアポロハンデスされてたら本当に死んでた。最強賞レジェンドアタッカー、種族全てドラゴンを追加して最強賞進化ギャラクティーボルテックス超新星アポロヌスドラギリオン、ここに見参します。何試合目のアポロ、これ初めての着地だからね。さあ太陽からは逃れられません。いやでもね、これアポロチョロチューが進化元ですからね、全てワールドブレイクしますからね。全てワールドブレイクってちょっと日本語変なんですけど、さあ頼む、トリガーだけ。でもこれさ、何でダメなの。さあトリガー発動で復活の順位とデス順位ってどういう能力は。もう最悪だ。え待って、ええこれリーサルない。
うわ、え、これリーサルない？自分の、あー、リーサルない。でも相手マナ全部吹っ飛ぶよね、これね、選んでるよね、マナは全部吹っ飛ぶ。え、すげえ、うわ、もうなんでだ。でもこれなんでだ。もうやだ、発狂する元気もねえよ。俺がリアルだよ。発狂する元気もねえわ、それは。マジでもベルリン1体でしょ、だから次チョロチュー2面展開すればリーサルは取れる。なめるなよ俺を、あまりデュエルマスターズプレイス、てめえ、なんでここで4枚しか入ってねえレジェンドアタッカーなんだよ。考えろや。嘘でしょ、負けんのか俺。俺負けても採用しますからね、マジで。本当にきつい。いや、胃が痛くなってきたわ。もう幾千もの負け戦を乗り越えろや、チョロチュー。さあ、これは、まあ、チョロチューだよね。これで俺、レジェンドアタッカーだったら、もう、キレ散らかしてるよ、本当に。さあ、これで、さあ、チョロチューを殴りますと。で、ブロックでしょ。で、次、ブロッカーがなかったら勝ちというか、まあ、除去札があるかもしんないけど、何をやってんだ、俺は、本当に。おい、深夜の12時半に俺は何をやってるの？ほんまにさ、アルバトロスで3マナ使った。おし！よし！よし！勝った！みんな勝ったぞ！勝ったんだ俺は！やったんだ！ありがとう、大佐、ありがとうございました。本当に最高の相手だったぜ。大佐、ありがとうございました。ありがとう、あなたのおかげで。取れた、チョロチュー！ありがとう！さあ、対戦の方、よろしくお願い、チョロチューといったところでやっていきましょうか。もういいよ、全部チョロチューなんだろうと思ったけど、レジェンドアタッカーがひょっこり走ってたね。さあ、勝っていこうか。勝っていこうもクソもない。もう、とりあえず相手が事故ってるのを待つしかないんだよね。初動3マナってね、結構うんちなんですよね。まあ、初動6マナのね、100% 連ドラをね、まあ、回してた僕が言うのもなんなんですけど、連ドラってね、まあ、ぶっちゃけ分回れば火力でどうにかなるんだけど、ちょろちょろ、火力出ないんだよね。火力がね、いや、これね、多分ね、1体につき2000はね、ちょっと、チキったね。3000にしてもらわないと。3000かもう7万ぐらい。もう2億ぐらいにしてもらわないとね、やっぱチョロチューはね、もうチョロチューだね。さあ、もうね、頭がバグってきたよ。俺もうだってこのデッキ、一回ボツになってんのよ、俺。このチョロチュー。チョロチューレジェンドアタッカーアポロ。多分前に配信でね、配信に来てくれた人には見せたと思うんだよね。俺のネタ切れも、ここまで来たよ、つって。もうめちゃくちゃネタ切れだから今チョロチューのデッキ取ってるんだけど、全然勝てないからもうボツにしたんだよ。なにこれ、久々に見たというか、トールブレイカー。俺も何？チョロチュー30、なんだ、これ今35枚か。チョロチュー35枚構築使ってる俺が言うのもなんだけど、なんだそのデッキは。やってきたで、チュート。これもうだってね、もうアポロの勝ち試合は取れてるから、もう一旦チョロチュー並べてレジェンドアタッカーでバフしてぶん殴るみたいなね、プランニングでも全然いいわけで、まあいいんですよ、もういいんです。引けねえんだから、だって。さっきのだって縦から来てたでしょ、だって。縦からだよ、縦から。縦から、こんにちはだからね。さあ、どうすんのと。さあ、トップ。オブザレックチョロチュー。いや、まあでも、これ、アポロ引けたら宇宙だけどね。ロビーが殴ってきて、まあ、それがアポロンスドラゲリオンであればって感じだけど、まあ、人生そうはうまくいかないんですよね。まあ、たまにね、やっぱりマーシャルクイーンとか、俺のネタデッキとかガチャデッキを作って、いや、もう勝てねえぞって来るんですけど、いや、それそうなんですよ。ガチャデッキというものはね、勝ち負けじゃないんだと。一瞬の上振れにかけてるところありますからね、正直。本当に。これは申し訳ないんだけど。まあ、正直だって俺もね、幾千もの負け戦を本当に経験してますよ。マーシャルクイーンなんてマジで勝率 2% ぐらいしかねえんじゃねえ。でもね、意外と俺って、ただ勝つ試合じゃなくて、本当にぶん回った試合を採用するために取ってるから、あとオチが取るのが難しいね。もうオチ取るのが。このデッキなんてオチもクソもないでしょ、これ。どうやってオチ取れんの、このデッキ。キョロチュー35枚構築で、オチを取ろうとしてんだよ。勝ち試合取るのだって難しいのに、オチを取ろうとしてんだ、このバナナは。マジで、やばいんだよね。もう最近、社畜もね、僕もう YouTube 以外にも仕事してるんでね。もう仕事も最近すごく忙しくて、配信もできてないし、だけど裏ではチョロチュー取ってるっていうね。もう本当に尻滅裂ですよ、本当に。何やってんだろうっていうね。でもね、みんなが笑ってくれればいいんですよ。みんながチョロチュー、いや、チョロチューデッキって笑えるものあるのかなって思うけどね。本当に思いますね。だって、多分この動画が上がってる
火の前に上がってるのが 100% 無色なんですよね。次は何 100% ちょっと語呂おかしいけど、次の 100% は何なんだろうねと。まあ結局アポロ引けなかったんでレジェンドアタッカーでぶん殴ります。はい、やってもうぶん殴ります。これ何枚ブレーカーになるのこれで。 1,2,5 枚並んでて6体並んでるからね。だって6体並んでてレジェンドアタッカーでバフしてトリプルブレーカーでしょ。このネズミのポテンシャルやいかに。いやこれ勝つんじゃないのこれ。勝つんでしょこれ。もうやばいよねこれ。何の動画なのこれ。勝ってんだこれ多分もう。あーすーごいんだから。これで大変ありがとうございました。はい、採用ですこの試合。よし、さあ対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、ちょろちゅう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 よ。はい、以上です。こちらからは以上です。もうエンディング入ってやろうから、もう、でんでれんでれんでんでれんでれんつって。もう、ポーカーがすごいつって。もう、チョロチューのポーカーがすごいんだからって言って、もう、チョロチュー全部ハンズだったら、もうエンディング流していいかも。オチなんてさ、取れないし、勝ち試合取るのにもね、もう、一苦労なんで、もう、オチ取れなかったら、もう、チョロチューのね、もう、ハンドでも、でんでれんでれんでんでれんでれんでもいいです。これで確定なんですよ。まあ、だけど僕は勝っていきますよ。もう、チョロチューでなんかビート刻んで勝つっていうね、ただ簡単なお仕事なんですけど、やっぱね、1点ずつ殴ってったらもう何ってなるんで、まあ結局一気に殴りたいところではありますけども、まあ勝てれば何でもいいんじゃないかなと、いったところでも最近思ってきましたね。勝ちとは何なのかと。相手めちゃくちゃ事故ってない？これ相手 100% 無職なんじゃないのこれ。自分、本物ですよ。本物の、ユハイチャンネルですよ。でもね、チョロチューのデッキ使ってるとね、7億%の確率でエモートが飛んでくるね。この試合は飛んできてないけど。もうチョロチューチョロチューチョロチューで、まあ、一応ねアポロの線はまあ捨てないということで6マナを律儀に貯めていくわけなんですけど、マジでアポロピン刺しだからさ、もう今26分の1なわけで、縦に埋まってたら一生ねお見えにかかることがないわけで、イラマル、いや相手めちゃくちゃ事故ってるね。でもそういうことなんだよ、相手がめちゃくちゃ事故ってるか、うん、それしかないね勝ち筋が。こっちがねどんなに黄金ムーブしようが、相手が事故ってなかったら勝てねえんだから。このデッキは刺してくれ。マジで。刺してくれない。マーシャル、それは予想外です。いや、ブスですね。はい、チョロチューの方が何倍も可愛いわ。見せてやろうぜ、チョロチュー。本物の可愛さってやつをね。やってきたで、ちょっと。何を今更やってきたんだいと。教えてくださいと。さあ、お相手し6マナ使って、7マナ使って、エブリアン。これ、マーシャル君に乗っかってこないさ。ゼニススクラッチで俺のいただきライオネル、頂点に立つのは誰なんだいと。唯一無二はチョロチューデッキですよ。あなたを唯一無二とは僕は認めない。だここからが、アクアスペルブル、オッケーオッケー、全然いい、全然。これ、バンベートーベンだったらオチだったのにね、みんなね。俺でバンベートーベンだったら俺が、うわーっつって、もう発狂して終わりだったんだけど、まあ人生そんな甘くないんだよね。やっぱり。やっぱね、オチっていうものは偶然の産物ですから。ここでね、やっぱり、ね、バンベートーベンは引けない。やはりもうチョロチューデッキは呪われてますね。レディオローレス、8マナ使って、アクアスペルブルー。これでもね、マーシャル出てきたらやばいんですよ。危ね、方眼ブロスター。そう、方眼ブロスターでマーシャルくれ！よくやった、お前も！これは全部ね、あのね、トリガーなんですごいことが起きるんじゃないの？見してくれよ、もう！もうね、チョロチューで勝つよりマーシャルクイーンでも敗北してやるわ、俺はもう。さ、マーシャルクイーンでさ、何が出るんですか？さあこれ見してくれよ、あんたのスーパーハイパーテリウス、あ、すごいんだから。